ニオンプロス所属石川祐希です。出身地は北海道の函館市になります。今は横浜の鴨居にある大日本プロレスの道場に住んでます。道場に住んで今約2年ぐらい経ちます。プロレスラーになってデビューしてちょうど1年になります。大日本プロレスに入ってからは約2年ぐらい経ちます。周りの人が体みんな大きいので、炭水化物とタンパク質、野菜もしっかりとって、あとプロテインとかサプリメントもとって、体重は第4プロス入ってから20キロぐらい増えました。食事も今まで食べてたよりも、まあ 1.5 倍から2倍は意識して食べるようにしてます。強くなるにはやっぱり力だけじゃなくて、プロレスのテクニックだったり、体の瞬発力だったり、あとはメンタルの部分にもしっかり強くないとプロレスラーとして強くならないと思ってます。プロレスラーとして大切なことは、たくさんあると思うんですけど、一番はお客さんに楽しんでもらうことだと思ってます。今プロレスラーやってて体を大きくしたい一番の理由としては、そのデスマッチでやりたくて第4プレスに入ったので、今頑丈な体を作ってしっかりプロレスの技術を身につけてデスマッチを世界に行きたいという夢を持ってやってます。デスマッチは昔は怖かったですけど、今は全く怖くないです。プロレスラーになってやっぱいろんなことに立ち向かう勇気を身につけたんで、もうデスマッチをやりたいっていう気持ちは全く冷めてなくて、むしろどんどん強くなってます。まだ自分デスマッチやってないんですけど、これから必ずデスマッチの世界に入っていってデスマッチガンガンやっていきたいと思ってます。ゆくゆくは第4のトップでデスマッチやれるようなレスラーに必ずなるんで、応援よろしくお願いします。